スパイカー界一、スパイカー界一、スプイカー F1 は2007年の F1 世界選手権に参戦をしていたオランダのコンストラクター。なお、チーム遠隔上、前進チームである MF1 レーシングについても一部記述する。2006年まで参戦していた MF1 レーシングをオランダの高級スポーツカー専門メーカーであるスパイカーカーズが買収し、界一に参戦した。 チームの国籍登録はオランダであるが、施設のほとんどは2005年まで、エディ・ジョーダンが過去に所有していたジョーダンチームを前身とし、これを戦術の MF1 レーシングが引き継いでさらに次したものであるため、チーム本拠地はイギリスにあった。マシンカラーはオランダのナショナルカラーであるオレンジを基調としたカラーリングとした。MF1 レーシングを所有するミッドランドの アレックス・シュナイダーは真剣にチーム売却を考慮していたとされる。シュナイダー本人の参戦意欲の低下が原因とされるが、当時 FIA によって取り決められていた、会一参戦可能台数が満杯だったために、チーム売却が非常に高価であったためとも言われる。また、時計を同じくして、会一に対して、 積極的に携わってきたミシェール・モルが率いるオランダ系資本グループである M コンソーティアムが f 1 3 0を目論んでいた。モルは当初ミナルディを買収する計画であったが、ミナルディをレッドブルが買収し、レッドブルレーシングのジュニアチームであるスクーデリア・トロロッソとして申請したため、新たな買収ターゲットとして MF1 レーシングが浮上した。MF1 レーシング側は、 チーム売却に1億2800万ドルを掲示していたが、スパイカー及び M コンソーティアムが1億660万ドルで買収することで合意した。そのため、シーズン終了までの参戦は、スパイカー MF1 として参戦した。シーズン中は、コンストラクター名を変更できないという規則に対し、タイトルスポンサーという形で、チーム名を変更するという苦肉の策でもあった。 11月1日、マイク・ガスコインが、チーフテクニカルオフィサー、技術部門の最高責任者として加入しており、ジェームス・キーが、MF1 より残留して、ガスコインの補佐として活動することが、発表された。正式に、コンストラクター名をスパイカーに解消した。新チーム体制は、前年度にもある通り技術部門はすでに固めており、その他のチーム首脳人としては、 コリン・コレスが引き続きチームを指揮するとが発表された。ドライバーもクリスチャン・アルバースが残留し、チームメイトには新しくエイドリアム・スーティルが加入することが発表された。メインスポンサーとして、アブダビのフラッグキャリアであるエティハド航空と国営不動産開発会社アルダーを獲得した。エンジンはトヨタからフェラーリに変更し、車体の F8 倍は前年に ミッドランドが使用していた M16、KF は2004年に、ジョーダンが使用していた EJ14 まで遡るに、新エンジンのフィッティング特有力のパーツのアップデートを加えたもを使用した。レースでは、上記の通り前年度の改良型マシンであったため、タイムが伸び悩み予選でも、決勝でも後方に沈むことが多かった。しかし、モナコ GP のフリー走行第3セッションでは、雨による、 路面状態の変化やトラフィックをうまく回避したことから、スーティルがセッションのトップタイムを記録した。決勝ではリタイアに終わったものの、スパイカー界一として記録的な快挙であった。しかしイギリス GP 後、チームはアルバースの解雇を発表した。理由はスポンサーからのスポンサーフィーの支払いが滞ったためとしているが、アルバースの今季成績から以前より解雇の噂がささやかっていた。 直後のヨーロッパ GP では、テストドライバーのマルクス・ビンケルホックを昇格させることが発表されたが、あくまでヨーロッパ GP に限ってのスポット起用となった。なお、このグランプリでは、荒れた天候とタイヤ交換のタイミング選択が当たり、デビュー戦となるビンケルホックが、チーム初となるラップリーダーを6週にわたって記録した。続く、第11戦ハンガリー GP から、 正式ドライバーとして、前年にスーパーアグリのドライバーを務めていた、山本サコンが起用された。第13戦イタリア GP では、新設計車両である、カイ8バイブを投入。この車両は当初トルコ GP にて投入の予定だったが、リアエンドのクラッシュテストを通過できず、次戦イタリア GP での投入となった。第15戦日本 GP にて、 8位でフィニッシュしたトロロッソのビタントニオリウッチに対して審議がかかった。これはレース中にキハタの振られている区間で8位争いをしていたスーティルを追い越したことが原因であり、審議の結果としてリウッチのタイムに25秒加算するペナルティが課せられた。これによりスーティルは8位に繰り上がり、チームにとって唯一のポイントを獲得した。10月5日、インドの実業家で キングフィッシャー航空会長のビジェマリアと、元スパイカー CEO のミッシェル・モルが、共同でチームを買収することを発表した。また、最終戦ブラジル GP で既にマリアは FIA に、チーム名変更手続きを行っていることを発表。10月24日には2008年のチーム名を、ホースインディアに変更することが承認され、これによりスパイカーの名は1年足らずで、会一の舞台から姿を消した。 第13戦イタリア GP 以降は、回8倍に変えて、回8倍部を使用。2007年にスーパーアグリとリザーブ券、ファーストテストドライバー契約をした、ギドバンデルガルデが、スーパーアグリでの初テスト後の翌日に、スパイカー回1が、ギドバンデルガルデのリザーブ券、セカンドテストドライバー契約をしたと発表した。つまり2重契約である。ギドバンデルガルデは、 スパイカー会一の一員になれて嬉しいとコメントしており、新社発表会にも姿を現している。スパイカー会一のシャツで写真撮影も応じている。また、スーパーアグリ側は我々の契約が正当とのコメントを発表している。ギドバンデルガルデがなぜこのような行為をしたのかは不明だが、一説に資金力不足からあまりテストに参加できないスパイカー会一に所属していると。 スーパーライセンスの取得が遅れるが懸念されるため、スーパーアグリでのテスト走行をこなし、スーパーライセンスを少しでも早くもらおうという目論みがあったと言われている。しかしながら、スーパーアグリの SA06 のテストでのドライブでは、メカニカルトラブルで4周しか走行できていない。表向きには、こうなっているが、ギドバンデルガルでのスポンサーから入金が、期日までになかったために強制的にマシンから、 殺ろされたというのが、本当の原因である2006年に、買い争いのライバルチームであった、スーパーアグリ、トロロッソは、ストーブリーグの期間中、大手資本の技術、金銭の支援により、著しく戦闘力が向上。シーズン初頭から劣勢が予想されたスパイカー会一は、スーパーアグリとトロロッソのマシンが、他のチームの著作物を流用したものであるとして、 朝廷裁判所に提訴する声明を行い、実際は、ミヒ下げ、2007年オーストラリア GP では、スーパーアグリを、次戦マレーシア GP では、トロロッソを、それぞれカスタマーカーであり、出走資格がないとして、レーススチュワードに提訴、いずれも却下するなど、サーキットの内外を問わず、ポジションの向上に奔走していた。提訴する最大の理由は、 コンストラクターズランキングに対して支給される工業収入の分配金と航空貨物便による輸送費の免除を手に入れることである。トロロッソとスーパーアグリ型チームのシャーシを流用してアドバンテージを得ることで入賞、または上位感想が容易になり、1からシャーシを製作する者の,の戦闘力に乏しいスパイカー界1ランキング最下位になる可能性が高いため、 分配金と輸送費免除を受けられず、財政的に苦しくなってしまう。司法判断によって2チームが撤退することを恐れた、バーニー・エクレストン・フォーム会長は、3チームの調停を行い、ランキング界3チームで9、10位に支給される、分配金を山分けすることで合意を得。マクラーレンが、スクーデリア・フェラーリの技術的な機密文書を不正に入手したとして2007年の、 コンストラクターズポイント並びに出走記録を剥奪されたため、スパイカー会一がランキング再開を脱出、さらに日本グランプリでエイドリアンス・ーティルが入賞した。ただ、チーム代表のコリン・コレスはカスタマーカー問題をうやむやにしない胸を表しており、国際商工会議所での審理が10月9日から始まることになっている。なお、分配金などの恩恵は、 ホースインディアにもたらされる。2007年度会1選手権を終了時点でスパイカー会1のスポンサー、技術協力だった企業、タイトルスポンサー、スポンサー、楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。